はい、皆さんこんにちは、フゾンブランシュの加藤です。いよいよ、ホワイトアスパラ、これは、佐賀県産なんですけど、アスパラがスタートしました。いつも、長崎とか佐賀が始まって、それから四国の、愛媛か、それから最後は、あと長野の方、だんだん北の方に行くんですけど、最後は北海道産で終わります。今これから1、2ヶ月ぐらいでしょうかね、ホワイトアスパラ、最盛期です。楽しみにしてください。